こんにちは。ドイツ鉄道の ICE3 です。私たち、ゆっくり歌劇団は、スイスの新しい観光列車、ゴールデンパスエクスプレスの特集をしています。この列車は、スイス西部の継承路線、ゴールデンパスラインを走る特別車両で、2022年に登場しました。遠くの山々が見渡せる、大きな窓を備え、左右の、どの席に座っていても、沿線に次々と現れる、素晴らしい景色を眺めることができます。また、座席には、USB 電源や、Wi-Fi など、現代の列車に必須の設備もあり、とても快適な室内です。そして、走行の要である車輪には、線路に合わせて、左右の幅を変えられる機能があります。これにより、異なる幅で作られた線路を、行き来できるのです。というか、車内設備よりも、そちらの方にばかり注目していました。主にこの人が。前の動画では、ゴールデンパスエクスプレスが走る路線のうち、東側の始発駅、インターラーケンから、列車に乗車。線路の幅が変わる接続駅、ツバイジンメンまで、車内と景色を堪能した後、ホームで、列車が車輪の幅を変える、珍しい様子を目撃しました。今回は、ここツバイジンメンで、ユニークな車両たちを見物。そして、2時間後に、西側の始発駅、モントルーから来る、東行きのゴールデンパスエクスプレスに、再び乗る予定です。現在私たちがいる、ツバイジンメン駅は、2つの鉄道会社が接続する駅です。一社は、ここから西の、レマンコ藩の町へ続く、モントルー、オーベルラン、ベルノワ鉄道、略称 MOB。もう一つは、東にある、2つの湖に挟まれた町、インターラーケンを結ぶ、ベルン、レッチュベルク、シンプロン鉄道、略して、BLS です。これらの鉄道会社は、線路の幅が異なります。そのため、通常の列車に乗るお客さんは、この駅で必ず乗り換える必要があるんです。乗り換えは、短時間で容易に行えるよう、乗り降りするホームが、一箇所に集められています。2つの鉄道の列車が発着する、乗り換えホームのすぐ隣には、BLS 鉄道の車庫があり、様々な列車が誘致されています。今回は、冬に訪れたこともあって、珍しい、除雪車も見ることができました。MOB の路線は、雪深い山奥へ続いていますから、冬季には除雪が必要です。幸い、僕たちが訪れた日は、天気が良かったのですが、ツバイジンメン一帯には、冷たい風が吹きつけ、駅のホームにも、雪が一部残っていました。おそらく、路線の最高地点の、ザーネンメサーや、沿線の保養地、グシュタートの周辺は、車両の雪かきだけでは追いつかないほど、雪が降る、なんてこともあるでしょう。特に、列車が運転しない、夜間に雪が降った日には、この除雪車たちが活躍します。構内にいたのは、2つの異なる年代に作られた車両でした。一つは、1964年製、東海道新幹線が開業した年に登場した車両です。小さい車体に、鉄材を目いっぱい積んで重量を重くし、雪や氷で覆われた線路で、脱線を防ぐ工夫が見られます。乗用車ほどの、短い全長ですが、重量はなんと、12トンもあります。この鉄材は、おそらく古い線路からの流用でしょう。そして、もう一台の除雪車は、2016年に製造された、新型車両だ。こちらは、車体全体がカバーで覆われ、着雪を防ぐとともに、すっきりした外観に仕上がっている。線路に積もった雪を押しのけるという、基本的な機能は、古い車両と同じだが、新たに、分岐器に積もった、細かく、軽い雪を、空気の力で吹き飛ばす機能も、備わっているそうだ。新型の除雪車と連結しているのは、同じく2016年製の、新しい事業用車両だった。MOB では、3両が配備され、線路の保守や、除雪作業で活躍する。この車両は、通常走行に使う、前照灯のほか、点滅式の警告灯と、強力な投光器を備えている。これにより、夜間工事の際に、保線員さんの安全を確保するとともに、暗い中での作業を容易にしている。走行には、基本的にパンタグラフを使用するが、ディーゼルエンジンも搭載。電力設備の工事、
メンテナンスなどで、架線の送電が停止した中でも、工事車両を動かしたり、作業範囲を照らすことができるそうだ。さて、ツバイ人面の駅は、新型の観光列車、ゴールデンパスエクスプレスに加え、通常の快速列車たちも、姿を見せていた。こちらは、二つの鉄道会社間を直通しない、ツバイ人面止まりの列車だ。そのため、お客さんは必ず降車して、列車を乗り換えなくてはならない。これらの列車は、1時間に1本ずつ運転する、ツバイ人面で接続する、日本の電車たちは、毎時間、決まったタイミングで接続するダイヤが組まれている。路線の東西から走ってきた、それぞれの列車は、共に、毎時55分頃に、ツバイ人面駅に到着。乗り換えの時間は約5分で、7分後の、毎時2分には、折り返し便として、反対方向の目的地へ向けて、同時に出発していく。とてもわかりやすい時刻表ですね。実は、乗り換えが必要な、こちらの列車の方が、直通列車の、ゴールデンパスエクスプレスより、接続時間が短く設定されているんです。その理由は、ゴールデンパスエクスプレスの構造にありました。あの新型列車は、見た目こそ電車のようですが、モーターがなく、自力で走ることができません。列車の前後どちらかに、専用の機関車を取り付ける必要があります。特に、ツバイ人面の駅では、機関車の取り付け、取り外しの両方がありますし、可動式のガイドレールも動作します。このことから、準備作業に、10分程度の時間がかかるんです。それに比べると、ホームの両側に、日本の列車を並べて、お客さんに乗り換えてもらう方が、結果的に、接続が短時間で済んでしまう、というわけなんです。ところで、この駅の隅で佇む、2両の車両が気になります。前回、インターラーケンからツバイ人面まで、ゴールデンパスエクスプレスを牽引してきた、BLS の電気機関車たちです。終点のモントルーまで走る、4両編成から外された、謎の中間客車と、電気機関車の2両は、引き上げ線に入ったまま、動きがありません。そのうち、ホームから引き上げ線までの、短い階層を担当していた、作業員さんも列車から降り、そのまま事務所に入ってしまいました。どうやら、あの車両たちは、反対側の終点、モントルーから走ってくる、別のゴールデンパスエクスプレスが到着するまでの間、1時間以上、全く動かないようです。つまり、機関車の運転士さんも、車両たちも、休憩タイムになります。午後2時25分頃、時刻通りに、インターラーケン駅の、ゴールデンパスエクスプレスが、山の向こうから姿を現しました。列車が駅に近づくとともに、可動式のガイドレールが立ち上がり、車輪の幅を変える準備が開始されます。このガイドレールが展開すると、車両が通れる幅が狭くなりますが、現在先頭で列車を牽引している、MOB 鉄道の電気機関車は、サイズが小柄ですから、列車を引いたまま、問題なくそのまま通過していきます。ゴールデンパスエクスプレスが、車輪の幅を変えつつ、ツバイ人面のホームに到着すると、すぐにガイドレールが地面に格納されます。次の区間を担当する、BLS 鉄道の機関車は、車体が大きく、ガイドレールに干渉してしまうからです。この機関車と、相変わらず、存在が謎の中間客車は、列車の後ろに連結。そして、終点のインターラーケンまで、編成を後ろから押して走行します。連結が行われている頃、編成の先頭では、MOB 鉄道の機関車が、切り離されているはずです。モントルーから走ってきたゴールデンパスエクスプレスは、4両の固定編成の後ろに、1両の客車と、電気機関車を追加。ここからは、客車が5両になった形態で、インターラーケンまで走行します。それにしても、ゴールデンパスエクスプレスは、新しくて便利になった観光列車なのに、一列車あたりの車両数が少ないのが気がかりです。観光シーズンの夏には、乗り切れないお客さんが出てきてしまわないか、心配になりますよね。ですが大丈夫。この編成は、あくまで仮の姿なんです。現在、この新しい列車には、
1編成の車両が少ない、以外に、大きな欠点があります。ホームから、段差なく乗り降りできる、バリアフリー車両が、存在しないのです。現在使われている車両は、すべて床が高い、ハイデッカー構造。出入り口には、折りたたみ式ステップを含め、3段もの階段があります。実は、ゴールデンパスエクスプレスの固定編成は、4両ではなく、5両編成が、本来の形態でした。現在は、床が高い車両のみで構成しているのですけれど、中間の3両目に、床を低くした構造の、特殊なパノラマ車両が連結されるはずなのです。しかし、その提唱車の製造が遅れているため、暫定的に、4両の固定編成で、運転を始めていたのでした。問題の提唱車両は、2023年までに配備される、と発表されていたけど、今日はもう、2023年の、12月24日だよ。だよねー。もう、車両メーカーも、クリスマス休暇になっちゃっていることだし、今年中に、配備されることはないかな。多分、2024年内には、計画通りの編成が組めることと思います。それでは、連結が完了しましたので、再び、ゴールデンパスエクスプレスに乗車しましょう。せっかくですから、戻りの列車では、今つばい人面で追加された、謎の中間客車に乗ってみることにしました。つばい人面で機関車と一緒に連結された、謎客車は、二等席として機能しています。車内は、中央に通路が通され、左右2列ずつ、計4列の配置です。行きに乗った、一等席車両は、シートにリクライニング機能がありましたが、二等席は、背もたれが固定式でした。と言っても、シートの硬さ、角度ともに、全然問題はありません。ドアが開き、乗り込んだ直後には、案内の液晶モニターに、車輪の幅を変える機能の紹介映像が、流れていました。この列車のモニターは、2種類あり、左側のモニターに、途中停車駅や、到着時刻、乗り換え情報を表示します。そして右側は、列車の速度や、現在地、沿線の紹介の動画が流れます。ユニークだったのが、走行速度の他に、走っている地点の、標高までもが表示されていたこと。山の国、スイスの列車だということを感じさせます。追加された客車は、座席や客室自体に、大きな違いが見られません。しかし、乗車する直前、私たちは、車体に奇妙な点を発見しました。あろうことか、車体の前後に、他の車両へ移るための、貫通路がないんです。前後方向の側面は、1枚の、大きな板で構成。設けられていたのは、なぜかワイパーまである、小さな窓だけでした。この、変な客車は、単なる造血車両ではない。固定編成の、ゴールデンパスエクスプレスと、BLS 鉄道の電気機関車とをつなぐという、重要な役割が与えられている。なぜなら、ゴールデンパスエクスプレスが装備する連結機は、BLS 鉄道の機関車と、種類が完全に異なるのだ。両者は互換性が一切ないので、そのままでは、機関車と列車をつなぐことができない。なので、車体の前後で連結機を変えた、特殊な客車を間に挟み、両方の車両に対応させたのだ。この客車は、編成の中間に組み込まれることがなく、また、西側の終点、モントルーまで走行することもない。常に、BLS 鉄道の電気機関車と、直通編成の間に連結され、つばい人面で、必ず切り離される。こうした理由から、前後に貫通路が設けられず、連結作業の時、作業員が前方を確認するための、小窓だけが装備された。ちなみに、MOB 鉄道の機関車は、ゴールデンパスエクスプレスと、同じ種類の連結機が装備されているので、仲介役の客車は不要だ。箱型の客車なのに、通路がない外観は、なんだか不思議な印象を受けるが、ひとたび乗ってしまえば、車内は他の2等車と、ほとんど変わりがない。座席は、4席が向かい合う、ボックスシートで構成され、大きな窓や、荷物置き場、お手洗いも備えている。無料の車内 Wi-Fi や、座席下に、コンセントと、USB の電源がある点も同一だ。この造血客車は、つばい人面が始発になるので、車内は空いていて、好みの席を選べるのも、
利点の一つだ。私たちは、車両の隅、客室の後端に近い位置の、ボックス席を選択した。後ろの席では、カーブで曲がる、前方の車両がよく見えることや、付近に出入り口がないので、落ち着けること。そして何より、すぐ後ろに、電気機関車がいることが、大きな理由だ。後方の小窓から、後ろを覗くと、また絶景が広がっていた。絶景？機関車の、連結部分や、パンタグラフなどが確認でき、カーブを曲がるごとに動く、連結器、干渉器を、存分に眺められるのだ。それで喜ぶのは、君ぐらいなものだよ。それにしても、確かに、客車と繋いでいる連結器と、機関車側の連結器は、明らかに形が違うね。前方の、客車たちが装備しているのは、互いの爪が噛み合うことで、連結が固定される仕組みです。車体中央の連結器は、押す動きと、引く動きの両方に対応し、根元部分で、衝撃を吸収しています。電気ケーブルや、ブレーキの配管などがまとめられていて、見るからに、複雑そうな装置ですね。反対に、機関車側の連結器は、金具の輪を、フックに引っ掛ける、昔ながらのシンプルな構造です。このタイプの連結器は、引く方向の動きだけなら問題がないのですけれど、連結器を使って、車両を押すことができません。そのため、車体の左右に、干渉器という、列車を押すための部品を設けています。オーソドックスな連結器を用いて、列車を動かしているのは、BLS 鉄道の、RE465 型電気機関車。最高速度は、200キロを誇る、高性能の機関車です。車体のデザインは、ゴールデンパスエクスプレスと同じ、イタリアのデザイン会社、ピニンファリーナが担当しました。すなわち、ゴールデンパスエクスプレスは、東の区間ですと、客車から機関車まで、すべてピニンファリーナがデザインした車両で、運転するんです。RE465 型は、設計がほとんど同じ兄弟車が、スイス国鉄に多数在籍し、特急列車などを牽引しています。二つの機関車は、ほとんど同一の外観ながら、中身が少しだけ違います。BLS 鉄道版は、国鉄の機関車よりも、出力が強化されて登場しました。その理由は、貨物列車の存在です。BLS 鉄道は、旅客列車に加えて、貨物列車も多数運行します。RE465 型は、重い貨車を大量に引いて、勾配のきつい区間を、高速走行する役割が、与えられていました。こうした貨物列車たちが備えているのは、金具とフックで固定する、古い仕組みの連結器です。BLS 鉄道の電気機関車は、彼らを引くことが本来の仕事ですので、ゴールデンパスエクスプレスのためだけに、特殊な連結器へ交換することができません。なので、僕たちが乗っている、中間客車を、アダプターとして挟むことで、どちらの運転にも、支障が出ないようにしたのでした。それから、ゴールデンパスエクスプレスには、ユニークなチャイムが流れるのも特徴です。始発駅の、インターラーケンやモントルー、そして、担当会社が変わった直後の、ツバイ人面では、長めのメロディーが鳴らされます。なんか、ミュージックホーンみたいですな。これは、スイスの伝統楽器、アルプホルンの音色だと思います。さらに途中停車駅では、短いシンプルなチャイムが流れます。始発駅と途中駅で、車内のチャイムが違うのは、日本の新幹線や、特急でもおなじみですね。ところが、ゴールデンパスエクスプレスの短いチャイムは、長いメロディーを縮めたものではなく、という、カウベルの音なんです。どちらもスイスらしい、ユニークな車内チャイムでした。こちらは、列車が駅に到着する、2分前ぐらいに聞くことができます。などなど、車内の様子をお伝えしている中で、気になった点がありました。走行中、車輪の音が、とってもうるさいんです。いいことじゃないか。だから、そういうので喜ぶのは、ゆっくりだけなんだって。急なカーブで、車輪とレールが擦れ合うのは、仕方ないとしても、直線区間を走っていても、床下からは、車輪が回転する音が、よく聞こえてしまうんです。この観光列車を製造したのは、
地元スイスの車両メーカー、シュタットラーデイス。急なカーブや、勾配に強い、特殊な車両を作るのは、昔から得意な反面、車内騒音に、ちょっと難があるのでした。大体、シュタットラーの子は、どの車両も、モーターやブレーキ、車輪の音が大きいんですよ。素晴らしいじゃないか。お前。ツバイ人面から、およそ40分。ゴールデンパスエクスプレスは、スイス国鉄との乗り換え駅、シュピーツに到着します。列車はこのまま、スイス国鉄の線路を走り、インターラーケンに向かいますが、私たちは、ここで下車し、また新たな獲物を探して、じゃない、新たな旅に出発します。この後編の動画の公開が遅れたのも、ネタのハンティングをしてたからだったもんね。ということで、大きく寄り道をした、モントルー。オーベルラン、ベルノワ鉄道編は、今度こそここまで。長いことご覧いただき、ありがとうございました。金ちゃん、姉さん、これ、MOB 編と言いつつ、列車は、BLS の区間しか乗ってなくない？Herzlich willkommen auf dem Golden Pass Express nach Spiez, Interlaken Ost, nächster Halt, Boltigen. Bienvenue à bord du Golden Pass Express à destination de Spiez, Interlaken Ost. Prochain arrêt, Boltigen. Welcome on board of the Golden Pass Express to Spiez, Interlaken Ost. Next stop, Boltigen.